アップル AA4 は、アップルが開発したポップである。2010年1月27日に iPad と共に、発表され、iPhone4、iPod Touch、Apple TV にも搭載されている。組み込み済みの製品のみが販売され、プロセッサ単体での販売はされていない。CPU コアは、基本的に、サムスンのハミングバードと同じで、これをアレンジした、ソークに、 サムスン製の2層のディラム台を重ね、全体で3層構造をなしている。アップルが2008年に買収した、p a セミ社の技術も用いていると見られている。CPU コアは、ARMV7、A アーキテクチャベースの CPU と PowerVIA、SGX535 を実装したチップに、モバイル DDR ストラムチップをまとめたパッケージになっている。アップル AA4 の、 CPU コアは ARM リミテッドのオリジナルの Cortex-A8 に比べ、L2 キャッシュが2.5倍の640キロバイト、メモリバスも2倍の64ビット幅となっており、クロック当たりパフォーマンスが高い。これにより、Apple A4 を搭載した iPad および iPhone 4、iPod Touch は ARM Cortex-A8 を搭載した iPhone 3GS、iPod Touch に比べ。 CPU パフォーマンスが大幅に向上した。メモリは l p d d r 4 0 0 2 0 0ヘルツデュアルチャンネル3 2イト S.iPhone 4には5 1 2イトそれ以外には2 5 6イトが搭載された。ありがとうございます。